じめまして、純一郎です。43歳の会社員です。私は数年前に離婚しました。離婚した原因は元嫁、里美の浮気でした。私も当時仕事が忙しく、長い間浮気を気づくことができませんでした。しかし、あることがきっかけで彼女の浮気のことを私が知ることになりました。私はすぐに弁護士を立てて離婚。離婚後は穏やかな日々を過ごしていたのですが。純一郎、元気？コロナとか大丈夫？ねえ、私よ、里美。え、何？なんで俺の LINE 知ってんだよ。武蔵くんに聞いたの。緊急事態だからって言ったら教えてくれた。あの野郎、離婚の時に今後は弁護士経由でって約束してたろ。何勝手に連絡してきてんの。ごめんね、ちょっと急用でさ。え、急用？何かあったのか？もしかしてそっちのご両親に何かあったのか？いや、うちの両親じゃないよ。純一郎のお父さん亡くなったんだってね。そのことでさ。ああ、うちの親父のことか。誰かから聞いたのか？この間一周忌が終わったとこ。え、最近の話じゃなかったので、それが何？もう、なんで声かけてくれなかったの？すぐに駆けつけたのに。ああ、お前さ、もし声かけていたとして本当に来られるのか？え、なんで？自分のしたこと忘れたわけじゃないよな。特に親父はお前への怒りが凄まじかった。初孫で、しかも後取りの男の子が、光太郎が生まれてどれだけ喜んだことか。親父が光太郎と血のつながりがないと知った時のショック、お前にわかるか？そんな事態を招いた奴には参列してほしくないから連絡しなかったんだ。普通わかるよな。でも大事なことでしょ？いろいろな処理とかあるでしょ？会わないわけにはいかないよね。あ？処理？お前との処理なんかとっくに終わってるから。ん？何言ってるのよ、わからない？悪いけど心当たりが全くない。遺産相続よ。は？まさか無視しようとしてたの？え、お前に何か関係あったっけ？やっぱりすっとぼけようとしてたのね。いや、本当に関係あるのか、お前。私と光太郎にも相続権あるんだから、声かけてくれなきゃダメでしょ？え？ね、私たちはいくらもらえるの？お父さんって不動産とかも含めて億単位の財産を持ってたでしょ？みんなで分けて何分の1かになっても結構な額になると思うんだけど。ねえ、いくら？は？何よ、そのはーって。いや、離婚したお前は当然、俺の子じゃなかった幸四郎に相続権はないよ。え？親父の遺産を相続する権利があるのは、お袋は親父より前に亡くなってるから、俺とその兄弟ってことになる。え、何それ。え、騙して遺産を独り占めしようなんてひどいじゃない。いや、騙してないし、そもそも法律通りだし。相続に関して親父の遺言書はなかったから、法定相続人が対象になるんだよ。その中に私と光太郎も入ってるんでしょ？だから入ってないって。さっき言った通り、俺とその兄弟が相続人なの。里美も光太郎も対象外だ。それに相続手続きはとっくに終わった。終わった？私の取り分は？光太郎の取り分もあるでしょ。近いうちにそっちに行くからちゃんと払いなさいよ。ねえ、純一郎、聞いてるの？翌日、里美、あのさ。何よ。昨日さ、光太郎と高明さんに連絡を取った。え、光太郎と高明？念のためと思ってお互いの連絡先を交換してあるんだ。高明さんは普通にいい人だしな。お前のことで話があると言っただけで金を無心するかもって心配してくれたよ。金を無心するって、ちょっと
それにしてもさ、高太郎は来年高校生になるんだってな。それが何よ。お前、高太郎が小学4年生の時に新しく男ができたからって、本当の父親である高明さんに親権ごと丸投げして以来ほとんど会ってないんだって。純一郎には関係ないでしょ。で、遺産はどうなったのよ。高明さんってさ、何年か前に起業して順調に会社を大きくしてるんだってな。でも半年くらい前、急に倒れて入院した。それを知ったお前は何を思ったか。彼の遺産相続が近い、自分も相続できる立場だと勝手に思い込み、ブランド物やらエステやら旅行やらのために総額1000万の借金をしたら、高明さん、元気に退院と。結果お前は借金を抱えることになってしまった。そんな時に俺の親父の子を知って、こっちになんとかイチャモンつけてたかろうと考えただろ。別にいいじゃない、もらえるものをもらって何が悪いの。だから離婚した妻に相続権はないんだっつーの。え、こんな単純な情報、その手に持ってるスマホでググれば簡単に出てくることだぞ。え、それって、え、まさか私、お金もらえないの？嘘だよね。さっきからずっとそう言ってるだろう。高明さん関係の相続も、俺関係の相続も、相続の時点で配偶者の立場にないお前は、言うまでもなく対象外なんだよ。当然だけど、俺の親父の遺産相続にも全く関係ないからな。嘘でしょ？私の借金、どうすればいいのよ。自分で何とかしろよ。そうだ、純一郎、私と再婚しましょう。あ、バカなの。私が妻の立場にないのがいけないなら、また妻になればいいのよね。私っては頭いい。あのさ、近いうちにそっちに行くから婚姻届準備しておいてね。俺とっくに別の女性と再婚してんの。え、お前みたいに収入だけで男を選んで托卵するようなゲス女じゃない。優しくて誠実な奥さんだよ。ちょっと、しかも子宝にも恵まれてさ、子供は俺のクローンかよってくらいにそっくり。幸せってこういうことを言うんだな。待って、そんなってことだから、もう連絡してくんな。その後、俺との再婚が無理と知った里美は、今度は高明さんに結婚を迫ったようですが、実は彼にもすでに奥さんがいました。ちなみにこの奥さん、高太郎にとってはママ母になりますが、とてもよくできた女性らしく、実の子と分け隔てなく接してくれる人だそうです。そんなわけで、どちらもすでに新たな幸せをつかみ、元嫁の入り込む隙間なし、借金を返す当てがないまま、怖いお兄さんから逃げ回る生活を送っていると風の噂に聞きました。今回のお話はいかがでしたか。毎日動画投稿しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。あなたのコメント、グッド評価お待ちしています。